とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日から、任天堂オンラインで、マイクラダンジョンズが無料プレイとなっております。まあ、この機にね、始めた人っていうのが多いと思うんだけども、最初、何をすればいいのか、ちょっとわからないと思うんだよね。なので、まず最初に、狙うべき装備、それをね、紹介していこうと思います。装備が100種類以上あるので、結構悩むと思うのよ。まずはこれを入手した方がいいよっていうのを、トップ5から1位まで発表します。それでは早速、行ってみましょう。さあ、それでは、まず入手した方がいい装備、トップ5第5位。いきましょう。第5位はこの装備です。ハープクロスボウですね。弓って普通一発ずつしか出ないと思うんですけども、このハープクロスボウは1回で5発弓を発射します。こんな感じですね。こんな感じで一発で5発弓を発射します。なので、殲滅力がものすごく高い弓となってます。で、おすすめの、エンチャントですけども、これには、マルチショットと無限。この二つのどっちかがついてると、かなり使えるようになります。うん、マルチショットと無限が結構おすすめなので、まあ、狙ってみてください。ちなみに、ハープクロスボウは、乱射のクロスボウのユニーク装備になります。湿っぽい沼がおそらく出やすいかなと思いますね。この乱射のクロスボウのユニーク装備です。狙ってみてください。さあ、続いてまずは入手してほしい装備、トップ5第4位いきましょう。第4位はこれですね。2つあります。ウィザーのアーマー、そして、スパイダーアーマーです。この防具2つ共通するスキルが、HP を 6% 吸収するオーラっていうのがつきます。HP をね、攻撃するごとに 6% 吸収していきます。これがね、かなりいい。6% 吸収することによって、安定感がすごいので、これを装備しとくだけで、だいぶ回復するね。武器で回復することがほぼなくなるので、武器のエンチャントっていうのがフリーになります。なので、スパイダーアーマー、そしてウィザードアーマー、これは優秀なので、狙ってみてもいいと思います。おすすめのエンチャントですけども、クールダウン、そしてポーションバリア、変更、雪玉、などがおすすめです。クールダウンが、アーティファクトのクールダウン、マイナス 38% というやつですね。で、変更っていうのが、弓が飛んできたら、それを跳ね返すスキルになります。で、そして、ポーションバリアっていうのは、9秒間、ダメージを 90% カットします。めちゃくちゃ強いですね。で、雪玉が敵をスタンさせる、能力となってます。ちなみに、防具の入手場所なんだけども、雲の防具っていうのが、スパイダーアーマーが、これ、ヌスットのアーマーが出る場所で入手することができます。ヌスットのアーマーのユニーク装備が、スパイダーアーマーですね。で、そして、ウィザーのアーマーが、これ、グリムアーマーのユニーク装備となってますね。この砂漠の寺院では、ヌスットのアーマーも、グリムアーマーも出ますので、狙えますので、ここを周回するといいと思います。第4位は、ウィザーのアーマー、そしてスパイダーアーマーですね。さあ、続いていきましょう。まずは入手してほしい装備、第3位。第3位は2つあります。これですね。不滅のナイフ。そしてもう一つ、トゥルースシーカーです。装備して攻撃してみると、こんな感じです。
前にブスってこう突き刺すような装備なんだけども、一発一発のダメージが大きいです。で、さらに、この装備は、ソウルを吸収することができます。不滅のナイフは2、そしてトゥルースシーカーは1、ソウルを回収します。なので、ソウル系のアーティファクトと相性がいい装備になってますし、かなり強いので、おすすめです。で、この装備につけるエンチャントですけども、おすすめは、衝撃波、そして旋風、吸血、クリティカル。この4つですかね、おすすめは。まず衝撃波。これがコンボの最後に、衝撃波が発生するってやつです。これは一発一発の攻撃なので、毎回の攻撃に衝撃波が発生します。で、そして旋風も同じくですね。一回ずつに旋風っていうエフェクトが発生するので強いです。で、元々のダメージが高いので、クリティカルとの相性もいい。そして、HP を回復するために吸血っていうスキルだね。これをつけておくといいですね。で、これの入手場所なんだけども、先ほど第4位のウィザーのアーマー、そしてスパイダーアーマーと同じく砂漠の寺院、ここで入手するのをおすすめします。魂のナイフ、これのユニーク装備がトゥルースシーカーとナイフですね。なのでここを周回するのをおすすめします。さあ続いて2位に行きましょう。まずは入手してほしい装備トップ5第2位、これです。魔術師のローブ、そしてもう一つあります、これバトルローブです。この装備はユニーク装備ではないです。普通の装備。何がいいかって、アーティファクトのクールダウンっていうのがついてます。アーティファクトっていうのはこの下につけてるこの3つのやつだね。これの再使用時間が 40%、 まあだいたい半分になるっていうことですね。このキノコとかめちゃくちゃ強いのよ。これをつけると、これぐらいの攻撃速度がこんぐらいにアップします。でも持続時間が最初15秒ぐらいなのよ。なので、再使用時間30秒がかなり長い、そういう装備になってますけども、クールダウンをつけると再使用時間がほぼなしで、連続使用が可能になります。なのでまず、この装備っていうのはかなりおすすめです。クールダウンがついてる魔術師のローブ、そしてバトルローブですね。まあ、もちろんこれのユニーク装備でも構いません、輝くローブと緑のローブ、そして残り火のローブですね。それはおすすめです。で、これにつけるエンチャントですけども、おすすめはクールダウン、そしてポーションバリア、変更、雪玉ですね。防具のエンチャントのおすすめはウィザーのアーマーとスパイダーアーマー、それとほぼ変わらないと思いますので、狙ってみてください。ちなみに入手できる場所ですけども、これだね、レッドストーン鉱山は結構出やすいので、バトルローブはここで探してみてください。そして湿っぽい洞窟、ここでは魔術師のローブがかなり出ておすすめです。この洞窟はね、一周一分ぐらいで周回できるので、周回にもここは向いてます。魔術師のローブ、そしてバトルローブ、おすすめです。第2位ですね。それでは、まず入手してほしい装備、第1位に行きましょう。1位は間違いなくこれですね。はい。闘志の締め具です。まあ、とにかく強い。これ、1年前の発売の時から出てる装備なんだけども、もう1年経った今でも全然現役として使っていけるむちゃくちゃ強い装備となります。何かって、とにかく攻撃速度が鬼のように速い。こんな感じなんですよ。で、これにキノコをつけると、こんなわけのわからない攻撃速度になって、もう敵を一気に殲滅していくことができます。この装備はめちゃくちゃおすすめです。
で、この闘志の締め具につけるおすすめスキルですけども、衝撃波、そして旋風、輝き、雷、クリティカル追い打ち、まあ攻撃系のスキル、ほぼほぼこれには向いてます。で、特に絶対入れてほしいスキルっていうのは輝きと旋風ですね。この二つはまあ必須と言っていいぐらいこの締め具にベストマッチしますので、この輝き旋風、まあどちらか一つつくように狙ってみてはどうでしょう。絶対強いですよ、間違いなく、最初から最後までお世話になると思います装備です。入手はおすすめはここ、締めっぽい洞窟ですね。このガントレットっていう装備のユニーク装備が、闘志の締め具ですね。ガントレットのユニークが3つあるので、なかなか出ないかもしれませんけども、まあここ、高速周回できるので、ここをやっとけばそのうち出ると思います。おすすめです。第1位は間違いなくこれです、闘志の締め具ですね。はい、ということで今日はまずは入手してほしい最強装備たちトップ5やっていきました。まあ今日から、トライアル期間となっておりますので、始める人多いと思います。まあ、ぜひね、参考にしていい装備を探してみてください。ではまたやっていくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。